超能ネットワーク、ぜひご覧ください。アイアン超能、カモン。ちょっと兵庫県といえば、兵庫県といえば、そうですね、まあ神戸がやっぱり一番大きな試合を、毎年やってきてますから、神戸、まあ、神戸イコール、星野勘太郎さん、思い出の試合っていうのはありますか？兵庫県、というとやっぱりどうしてもその神戸ワールド記念館かな、の試合、多分ね、やっぱり NWO 時代かなんかに来てる試合とかですかね。特にないな。とにかく若手の頃はね、何が町の思い出かってコインランドリーしかないんだよね。要は、あの、試合終わってコインランドリーで、俺だったら猪木さんの洗濯物をしているというような、だからとにかくその、コインランドリーをまず見つけて、その近くで飯を取るみたいな感じ、がとにかく若手の頃の、なんかそういう記憶で、その後ね、ある程度のこういう、まあ名ベタクラスになってっていうのは、結構その地元のプロモーターの方とかに、接待でこう食事連れてってもらって、はい、そのまま流れで飲みに出たりっていうと、もうどこに行ってるかわからない、はいはいはい、もうね、ホテルからタクシー乗って、はい、焼肉屋さん行きますと、で焼肉が終わったらそこからタクシーで、どっか飲み屋行きますと、はっきり言って自分で歩いてる街じゃないから記憶にあまりないというところが姫路かな、はい、はい。